感じ、これで今もう一応取れてる。いや、じっとして。うっせぇ YouTube、 どうも、長い長谷ミュージックです。聞いたことあるの。どうも、沢田圭介です。お久しぶりです。ドミスケ散歩、もう散歩じゃなくなりましたけど、車乗ってるんで寒いからな。そうやな、うん、外出たくない。せや、寒い、やった、家おれよって話。外出たくない。いや、まあ暖房効いた部屋でぬくぬくとしたい。それの真逆のことを今からしに行きます。今日はキャンプに行きます。イエーイ。もともとね、3年ぐらい、4年ぐらい前かな、こうバーベキューにハマり、まあもともとそもそも僕はインドアやったんやけどね、ハセに出会って、海とか、バーベキューとか、めっちゃ白抜けしてるけど、バーベキューとかをにハマるっていうか、教えてもらうようになって、で、なんやかんやで、今日はキャンプということで。イエイ。今日はどこに行きますか、キャンプ。せやな、どこ行こっか。決まってないんや。なんか、この間電話で3つぐらい候補を挙げてもらったけど、うん、あれは嘘ですか。今からどっかの山奥に入って、はい、野営します。まあ、あるキャンプ場の方に向かうんですけど、この間行ったんが、そのランクルの、うん、古いランクル乗りの人らで、あのキャンプ場でキャンプするみたいな。あー、うん、インサー挙げとったな。そうそうそう。で、ダッチンがランクル乗ってるやんか、うん、んで、それにくっついていいって言うけど。くっついてて、うん、くっついてったよ。めっちゃ良かった。聞いたで、もう知識がすごすぎてハセでもついていかれへんかったぐらいの。やばい、やばい、マジでやばい。へえ、俺もなかなか、まあそやな、ついていけるし、なんやろ、そこら辺の車屋さんよりかは知識ある。ああ、私もう車屋さんやもんな。そやな、そのハセが置いてかれたっつって。ほんまに、え、何の話それみたいな。多分ランクルの話やねんけど。ああ、え、ついていかれへんってさ、どういうこと。ランクルに対しての知識がものすごいんよ。なんで俺さ、そんなにあれや、日本車詳しないからさ。どっちかってアメ車とか、いわゆる外国の、いわゆる外車やね。あ、日本車ほんま仕事で使うか、昔走り屋さんやってた頃にやってたぐらいやから。今乗ってる車は思いっきり国産車やけどね。ああ、キャラバンですね。キャラバンですね。いいじゃないですか。お仕事用の車ですね。働く車やで。今サバ版かな。サバ版あれらしいな、壊れてるらしいな。そうや、ラジエーターもげて。なんかもげるってなんの。ラジエーターもげるってどういうこと。いや、もうブリーンってブリーンってなって、うん、そんなもうさ、マイク、マイクじゃないよ、ラジエーターの。今俺がマイク触ってるから。あ、新潟ナンバーやで。車庫証、車庫証を上げなさい。大阪で、あれ、何輪やった、市内やったっけ。大阪市内やな。市内か、うん、やった。俺市内やから、何輪ナンバーになるんか。そうそう、免許持ってないけど、うん、免許も車もないもんな。いや、免許な、いや、取ろうと思うねんけどさ、こないださ、うん、うち、ひき逃げにおったやんか。うん、で、もうすごい嫌で、うん、ひき逃げやから、犯人逃げたんよ。まあ、結局、見つかったけど、言うたら警察来てもらって、ああだこうだして、みたいな。で、まあ、海よくナンバーとかもさ、控えとったから、よかったけど、うん、車かっこいいなと思うけどさ、もう事故に追ってるからさ、これ逆やったらさ、もう最悪やん。事故ったら。って考えたら、うん、いや、もう免許は取る、うん、車もいずれ買う、うん、でも運転手つけようと思って、ダッサダッサ。いや、もうええわと思って、うん、そう、なんか、いや、ダサいわ、それダサすぎるわ。もうなんかもう嫌やと思って、うん、事故るぐらいやったら、うん、乗らんとこうと思ってさ、うん、いや、自分で調べながら。でも下の車運転でもあれやで、事故るからな。でもそいつが悪いから、もうそいつになるよ。あ、でも保険があれか。そうや、もうそんなん全部他人任せや。他人任せってダサいわ、信じられへん。ほんま、でも、うん、そういうのもあって。俺もそういうの無理。そういうのもあって、もう、なんか嫌やな。しかもさ、
ハセもまあ一応メディアに出る人間やし、俺もそうやけど、うん、もう最近それこそこの間の元アイドルの人な、リスクのない人生なんて何が楽しいんだろう。いやまあでもいらんリスクはいらんやん、ほんまに。でこの仕事成功したらすごい巨万の富を得れるかもしれんけど、失敗したら信頼とか失うみたいな、うん、まあ仕事なんかそんなもんやんか、うん、成功すれば褒められるし、失敗したら、うん、けなされるし、うん、成功しても褒められることなんかないやんか、うん、成功が当たり前と思われてるから、うん、そんな中でさ、この間の元アイドルの人が飲酒で引き逃げ、で結局芸能界追放っていうか、追放って自分で辞めはってんけど、ほんでこの間も飛行機の機長さんがお酒飲んで乗ろうとして捕まった、ね、でしかも飛行機は酒飲んで運転したら飲酒運転になるの？あかんらしい。まあそれはあかんのはもちろんやねんけど飲酒になる。どの法律で罰せられんの？何やったかな。道路交通法ではないやん。一応、うん、あれやねん、その機長さんがお酒飲む量決まってんねんか。うん。言ったら、24時間やったかな。なんか12時間以上開けなあかんみたいな。飲酒してから12時間以上じゃないと飲んだあかんみたいなのがあって、うん。なんかそういう法律があんねんって。ほんなあれやな、まあ、例えばさ、うん、まあ、大阪から、うん、まあ、大阪ちゃうな、成田から、うん、成田って国際線やったっけ？羽田か。わからへん。羽田から、例えば、あ、海外に。LA まで飛びます、うん。13時間とか5時間とかかかるらしいやん。あ、らしいね。ほんで、その頑張ってさ、運転して、まあ、一泊するやんか。飯食って。うん、あー、今日も長旅疲れたなあ、まあ、飯も食ってるし、ちょっとビールでも飲もうか。うん、飲むやん。うん、でも、明日、もうその、7時間後ぐらいには、飛行機、うん、で、日本に帰らなあかん、うん、っていうシチュエーションでも酒飲まれへんってことやろ。そうなるよね。きついわ、無理やな、まあ、その人にとっては旅じゃないけどね、長旅じゃないけどな、その人。ああ仕事やもんな。そう、でもまあまあそういうことで、なんかでもちゃんとうん、アルコール検知器みたいなのがあんねんで、うん、でもその捕まったっていうか、そのまあ懲戒解雇とかなんか、まあそうなった人は、うまいことを言ったら不正しててんて。へぇ、賢いな。で、賢くはないけど、ああ賢くないからそうなっちゃってんねんけどな。でもお前、我慢できる？いや、まあ、今やったら無理やね。その立場が違うから、ああ今やったら無理やけど、まあ、それこそ置き換えたら、ああで、ハセもそうやし、俺もそうやけど、舞台成功しました。うん、打ち上げ行きましょう、なるやん。で、まあ、普通に、そんな無茶な飲み方せんと、美味しいご飯と美味しいお酒ばーい飲んで、もうでも、8時間ぐらいは舞台立たなあかん。ああでも、12時間開けないといけないですから、ああもうそれは我慢できへんと思う。無理やろ？それこそなんか頑張って、このアルコール検知器のとこ行った時に、まあちょっとアルコールあるなと思ったら、頑張ってこう、目からこう、なんか生きてるようにする。で、こう、鼻からやったらなんとなくこう、繋がってるからさ、呼気やからさ、あかんかもしれんけど、なんか目とかだったら繋がってなさそうやんか。わからんけど。目からは、出えへんからな。そう、だから頑張って、つながってるんかな。まあ、体やからつながってんじゃん。中身空っぽにしたら、な、つながってるけどな。こうやって、カッカッカッってこう、クッってやって、クッってやって、こっから息出し、なんとかなかったことにするかな。しょうもな。あ、こう、俺の母校やねんけど。ここ？うん。ってことは、あ、美濃寺よ。そう、美濃寺。アメフト大阪大会優勝してるやん。いやほんま俺も思って、それ横断幕見て、あ、ハセアメフトの話ちょっと振ろうかなと思ったら、あんたんとこやん。へえ、知らんかった。おめえ。おめでとう。あれや。おめえおめえ。あのマーク。ゴールデンベアーズ。ゴールデンベアーズ。ー皆様。懐かしいな。美濃寺遊学園。美濃寺遊学園な。美濃寺遊学園。わあ。だいぶポップな母校ですね。これ勝手に勝手に作った効果。勝手に作った効果はもう効果じゃないからね。ヘイタクシー。なんなの。ヘイ。急に急にな。ヘイ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 。あ、そっちなんや。ヘイ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 さん。何これ？ペイやろ。知らんし、そんな。急に始まってさ、急に切れられてもさ、わからんって。なんで？
どこで機嫌悪なんねん。もう女子やん。どのタイミングで機嫌悪なんねん。なんでなん。めっちゃあるそれ。言わんけど。なんでそのタイミングで機嫌悪なるん。さっきまで楽しく喋ってたやん。何を急にそんな機嫌悪なることあるん。あるくない。集まってきたわちょっと。いやまあない。そう。だってよく考えてみ。俺日常生活に。皆まで言うな。皆まで言うな。悲しなる。今日はもうあと何時間20あと30時間ぐらい下手し40時間ぐらいは一緒におるから。だって今日でしょ。で明日でしょ。あちなみに明日、帰ってから、ちょっと、撮影したいんで。何？セックス？無理やん。ね、最悪や。最悪やとしか言いようがない。もう。AV 撮影。最悪や。ほんまさ、あの、男の子の趣味をやってきとったらよかったなと思う。うん、今更言ったら俺、漫画も全然読まへんし、アニメも見やんし、見やんことないけど、そんな、いわゆる、がっつりも見やんし、で、プラモデルとかも、組み立てられへんし、それこそミニ四駆なんて、注文はもう貧乏やったから買われへんかったし、で、バイクも乗ったことないし、言ったらさ、もうあかんけど、俺らの時代とかだったらさ、無免でさ、バイクも乗ってる場合なんていっぱいおったやん。おったなぁ。おったやろ、玄茶とかさ、あかんで、あかんけどね。大体そうやったもんな。大体そうやったやん、俺らの時代は。大体そうやし、大体ナンバープレートついてないし。か、もうナンバープレートこうなってるみたいな。なぁ。え、これなんぼしたん？え、拾ったみたいな。パクったんや。ああ、拾ったんや。ラッキーやったな。いや、盗んだバイクで走り出しとんねん、そいつは。みたいな時代やったやんか。そんなんもないし。まあ、もちろん今車の免許持ってないし。で、なんやろ、あと、そういうキャンプとかそういう男の子の遊びなんか。したことないからさ。通ってきとったよかった。まあ、タバコも吸わへんし。唯一酒ぐらいやん。通ってきとってよかったなぁと思う。だってチャリンコのパンクですら直されへんねんから俺。いやもう多分な、そのなんて今すごい日本って平和やん、それがちょっと何年かして変わるとするやん、俺多分結構最初に死ぬと思うねんか。何もできひんから。これ何買い物？キューズモール。あ、じゃあちょっと買い物やな。買い物やな。買い物しましょう。お買い物ですわ。お買い物。今日のご飯とお酒とその他もろもろちょっと入ります。いや、なんで駐車券アピールしたの。これな、あの中入ると暗いし、なんか天井大丈夫かなと思うよな。まあでも大丈夫か通してくれたよな。よいしょ。さあ、食材を買い終えまして、ただちょっといろいろ予定が狂っております。もう3時やで、3時、はい、忘れ物したり、行くとこ忘れてたりとか、あと僕が長袖から半袖になってたりとかです。いろいろちょっとバタバタしておりますが、やばいな、めっちゃ俺美白になってるな。せやな、俺も美白になって、ちょっと白飛びしてるから。でもね、あのほんまにあれやね、あのさっきディスクの話してたけど、予定調和のね、人生よりこう何があるかわからんみたいな方が面白かったりするやん。あと全然話しないけど、あのバイクちょっといろいろオーバーじゃない。あれ125やんな、ピンクやから。125に2人乗りはいいねんけどさ、両方ともデブやから。だって後ろのおばちゃんシート乗れてないもんな。乗れてないし、体に対してカバン小さない。あら、コロコロコミック一冊しか入らへんで、ね、あんの。しかも汚なあのピンク。あ、んで、ジャパンかなんかで、あ、業務スーパーや。業務用スーパーでめちゃくちゃ凍ってるやん。あれ絶対今晩の晩ご飯分やろな。1日分かな、一食分ちゃう。あ、じゃないとあんなに育てへんで。かな。どうする、めっちゃ美人やから。いや、絶対ない。
あんなくすんだピンクのカバン背負うやつ絶対ブスやん。初めてボード行った時にさ、うん、まあ今やったら滑れるんかもしれへんけど、初めてやった割には結構急な傾斜ついたとこ行ったやん。俺あれで膝なくしてるからさ。ああ、でもあれで。ああ、見つかって見つかって。ああ、ほんま。よかった。いや、もう、超怖かったで。うん。だから、ハセとうちの彼女が最初にバーっと見てって。ああ。で、恥ずかしいのがさ、うちの彼女はなんかウェイクボードとかやってるから横乗りちょっと慣れてて、ああ。まあまあ、木の葉やけど、いけるみたいな。ああ。で、俺初めてやったから、全然木の葉もギリみたいな。やったのに、ガーン行ったらもう、減速の仕方わからん。そのグデーンこけてんけど、その前に片足取れてて、もう、セルフドラゴンスクリューみたいな。これはまだね、ドラゴンスクリューだね。セルフドラゴンスクリューみたいな。バーン決められて、膝曲がらんくって、ほんまに。言ったと思うけど。でも下にはもうハセと、うちの彼女おるからさ、行かなあかん。うわ、どうしよう、みたいな。思ってたらなんか、救急のさ、ジェットスキーみたいな。うわ、来て、うわ、ダサ、俺迎えに来られた、と思って。俺じゃなかったんやけど、うん、なんとか膝曲げて、ほんまに心膝共に折れたかなと思う、うん、なんとか復活したけど、でも行きたいねんな、また。行きたいから金がな、うん、いや行くんやったらさ、ああ、もうその一泊二日とかじゃなくて、ああ、まあ、2、3は行きたいやん。せっかくやった、前行った長野みたいに。ああ、あれよかったな。あれが多分一番やったな。あ思い出した。あれさ、ほんまに山道みたいなところが滑れたやんか。あ林道な。林道。うわっさー滑っていって、中地君持ってん。中地君がバーって滑っていって、で、俺もその時ちょっとできるぐらいになってたから、でもさーって滑っていったら、中地君の姿がなくて、中地君落ちてるっていう。コースアウトして、いや、山の崖のとこに転がり落ちてて。みんなで助けたっていう、どう今思い出しました。いや、中地君なんか、いや、俺できるで、みたいな。俺スケボーやってるからできるでみたいな。確かにできてたけど、ああ、まさか崖転がってるとは思ってなかったから。中島さん要救助者みたいな。あれはもうおもろかった。あの人、持ってるからね。持ってるよな。持ってるからね。マジで持ってるよな。おもろかった。奈良！イェイ！奈良県だよ！やっと奈良、やっと奈良、ほんまに奈良入ったな。ほんまに入った。ああちょうどトンネル書いてあったから奈良です。まあ、こっちの方まで来ることないもんな。ないなぁ。昔それこそ宗氏の YouTube で奈良行ったけどね。ああ、何年前、2年、3年ぐらい前。奈良って言ったらもう俺サイカラーメンぐらいしか。ああ、確かに言ってね、サイカラーメン、サイカラーメン、サイカラーメン。ああ、なんかあったらサイカラーメンですよね。うまいやん、サイカラーメン。食ったことないねんけど。そう。はい。あかんのはそれ。あかんのかな。あかんわ。飽きまへんわ。いや、バリ適当やな。発作か。いや、もうさ、うん、暑いわ。どういうこと？分からへん分からへん。この変顔した後に熱いわって言われても理解できへんわ。それはもう佐々木やったら理解できると思ってやったのに。いや、大体俺はハサのこと理解できてないから。合ってるこっちで。いや合ってる。この有料道路飲んだな。オッケー、金取るな。国土交通省。あ、無料やで。ん？あ、ほんまや。